にちは、まみこです。この間コロナの簡易テストのビデオを出したんですけれども、その時に予告したように、そのコロナテストの直後に、うちのディレクター兼カメラマンの純子がですね、コロナ陽性になりまして、3週間寝込んでしまったんですね。実際にコロナに感染した症状などをちょっと純子に今日は聞いてみたいと思います。まず、最初に聞きたいのは、ちょっとテストをしてから感染発覚するまでの流れをちょっと話してもらえますか？はい。まずは、数日前にシュネルテストといった簡易テストを出かけるために必要だったので行ったところ陰性でした。で、その時点で娘が熱があったので、まあ37度ちょっとっていう感じなんですが、で、娘も私が外出する手前、自宅でシュネルテストを受けさせて陰性だったので、とりあえず外出しました。それで数日後に私も発熱しまして、3日か4日ぐらい経ってからだよね。そう、で、その時はまあシュネルテストの結果陰性だったのもあって、娘もそうだったので、娘から移ったのかななんて思いながら、自宅でまあそんなひどくもなかったので寝ていました。で、ほんとその2日後ぐらいに娘の友達のお母さんが陽性になったっていうコロナの知らせが来たので、ちょっと怖くなって、私たちもその後すぐに自宅でまたシュネルテストっていうものを検査して陽性の反応が出たので、娘はその日当日にもうそのまま PCR 受けられる予約が取れたので、一番最初に彼女が受けて、私の病院の予約がその次の日だったかな。なのでさらにその次の日に私は陽性の結果が出て、じゃあ一緒にテストできないの？一緒の病院じゃないの。子供はその小児科じゃないと受け付けてくれなくて。そうなの？知らなかった。私たちがシュネルテスト自宅でやった結果のポジティブを受けて、主人が外で仕事をしていたので、すぐに電話をして私たちの状況を伝えて、主人もすぐ仕事を切り上げてシュネルテストと PCR テストを受けに行きました。一応速攻知りたくて結果が、でシュネルテストを受けてネガティブだったの。それで、ああ自分はネガティブなんだと思いながら、次の日に PCR の結果が出たら、主人も陽性でした。じゃあ同じ日にシュネルと PCR やったけど、シュネルはネガティブで PCR で陽性になっちゃったってことね。そう。その後、主人のまた隔離期間が数日遅れて始まり、そして私にもう一人娘がいるので、その数日後かな、さらにまた PCR テストを受けに行って、で彼女が家族で唯一の陰性者という複雑な状況で、ね、家にいるのに、そう言って4人バラバラな感じになっちゃったわけね。そう。じゃあここからは最初の、 隔離が始まったところからの話になると思うんですけど、まず、それぞれが陽性って分かった順番に、その都度保健所に連絡をして、状況を説明して、保健所からの指示を聞いてその通りに従うんですが、でまずは娘から隔離が始まったんだけど、もう娘はすでに陽性の反応が出る前の数日で微熱があって自宅で待機してたので、陽性反応が出た時は回復してて、大事をとってもう一日休んで、その週からやっと学校が半年ぶりぐらいに始まる予定だったんだけど、陽性が出ちゃったから元気なまま、隔離されちゃったんだ。そう、元気な状態で、そして私は微熱とだるさと痛みが最初のまあ3日4日かな、かなりだるくて、ほんと最初の2日3日は下半身、腰がまず痛くて、あと足も若干痛い。
ただ夜がなんか割と痛みがきて、うん、最初の本当3日目4日目ぐらいがひどくて、その時はさすがに寝れないから、うん、アスペリン、痛み止めの薬を飲んで寝たっていう感じ。そう1週目の後半ぐらいから味がないと思って、うん、匂いなくなと味覚が全くなくなったんです、うん、だるさはどんどんひどくなってって起き上がるとだるい、うん、だから基本横になってるっていう感じで食欲はずっとあったって感じ。あった。でも量は減ってた、うん、お腹が痛いとかそういうこともないんだ。その時はなかった。だるいが一番、うん、そうなんだ、うん、1週間目の症状として、うん、でまあひたすら寝て、うんを繰り返して、そして2週目に突入します。2週目に入ってくると、だるさは引き続きあって、たまに頭痛があって、多少咳と鼻水、そこまでひどくなかったんだけど、で、熱もずっと微熱が続いてて、37度。から7度5分ぐらいの間を繰り返してました。うーん。で、2週目はそう徐々に味覚は取り戻しました。ただ幸いにも旦那さんが、無症状だったので、別々の部屋で生活しながらも全てのことはやってくれてたので、やってくれたんだ、うん、でもじゃあ全く症状なかったの？なかった。発熱した時から隔離期間2週間っていう数え方なんですけど、うん、まあ、彼女が発熱してから他の陰性だった娘も同時に、うん、子供は最後隔離明けの時にシュネルテストとか簡易テストとか、うん、受けるっていう義務はないんだけど、うん、そのまま自動的に病状がなくなってれば隔離が明けていいっていうドイツあるルールなんですけど、うん、一応最後保健所の人からまた電話がかかってきて、うん、で症状を言って、あ、じゃあ何月何日まで予定通りに自宅隔離期間が終了ですっていうことで、彼女たちはまた自由の身になりました。そうで、その次私がもう1日2日後ぐらいに自宅隔離、うんうん、終了期間だったので、また数日前に保健所の人から私に電話があって、うん、そして私の病状は引き続き気だるさと、うん、で鼻水と咳が若干出てたので、うん、まあ、そういうことも伝え、もう1週間隔離しましょうということで、私は1週間延長になりました。はい、というわけで通常であれば2週間で隔離は終わるんですけれども、純子の症状がまだ続いていたということなので1週間延長になりました。というわけで、3週目の状況についてお願いします。はい、まず3週目はだるさはかなりまだ残っていて、咳と鼻水も引き続き若干ある、まあそこまでひどくないんですけどという感じで、まあリハビリ期間、自分の中で完璧じゃないけど、なんとか仕事もこなしながら、自宅でもちろんね隔離期間中だったので、で起きたり寝たり繰り返して、最低限の、まあ、日常生活は始められるぐらいのコンディションでした。はい、じゃあ3週間の、隔離期間が終わって、その隔離明けはどういうことをしなくちゃいけないんですか？はい、また最後に保健所の人から通常は連絡があって、うん、それで、まあ、症状がないということで隔離期間が終了しますっていう、まあ、お墨付きみたいのをもらえば、うん、大人は自分で簡易テストセンターに行って、うん、陰性の結果をもらって隔離期間が明けるっていうシステムです。無事コロナから回復した純子は、今元気になっています。よかったです。というわけで、ちょうど5月21日金曜日からベルリンは本当に約7ヶ月ぶりかなに、あのレストランが開きます。なので、例えば純子みたいに陽性になった、もしくは
ワクチンをすでに接種したという人は、その証明を見せれば、レストランとか、まあ、小売店とかに、入れるんですけど、例えば私のように、ワクチン接種まだ、そしてまだコロナにかかってないという人は、相変わらず、今までのように、シュネルテスト、簡易テストを受けて、その証明を見せないと、そこには入れないという状況なので、私たち一緒に、レストラン行くとき、私ちょっとまたテスト行かないとね。というわけです。まあちょっとね、こうやって春らしくなったベルリンで、レストランとかが開くっていうのはとてもいいニュースです。でも引き続き皆さんもくれぐれもご自愛ください。それではまた。